やはり半蔵殿に相談したのは妥当でしたな。桃姫、なぜ織田をかき乱すような真似を。先行して伊賀の里に潜られた半蔵殿がいかな法をつかむか。殿。なあ、すまない、少しほうけていたようだ。まったく、総大将がこれでは下に示しがつきませぬ。どうか気を抜かれますな。俺は惑ってなどいない。この戦で桃地を倒し、必ずや証明せねば。生倉は魔王の懐にいらぬか。信長。利水殿から相談を受け調べてみれば、やはり三太夫の企てであったか。思えば奴は若き自分より花持ちならぬ大の子であった。あの時わしが伊賀を抜けずにいさめておれば、奴との因縁ここで断ち切らねばな。若を苦しめたその罪は必ず。この気配は。ったく、危ねえ。三太夫。怒るなよ。黙れ。よくも分かる。戯れはお預けだ。やられたか。また遊ぼうぜ、半蔵。桃地は天郡山城にこもっているようだ。行くぞ。伊賀人のテレンテクだ、侮ってはならぬ。敵の急襲には気をつけねば。者ども、出撃の支度を急げ。敵襲か。我らの邪魔立てはさせぬぞ。妙な真似はさせない。砦は制圧した。ならば次だ。援軍を呼び込み、体勢を盤石にしよう。いや、のこのこお出ましか。ちょっと俺とは遊んでくれよ。消えたか。急ぎ奴を追わねば。ほら、お兄さんこちら。開門。三代は我らを誘引し、何を企んでおる。開門。伊賀人など恐れるに足りぬ。桃地、
逃しはしない。明智が来たぞ。みんな一斉に追いかけよう。奴らの足を止めるのだ。この桃地の入れ知恵か。救んではいられないというのに、火の手が回るのをただ眺めてはいられない。急ぎ止めねば。開門。もちお前は必ず俺がこの手で皆さらに進軍せよ。開門。我ら徳川加勢に参りました。まずは丸山町の制圧から行くぞ平八。開門。承知した。家康殿自ら出陣と。これで一層攻め立てられるだろう。やはり来られたか若。こうなった以上、三太夫の毒がよりお守りせねばなるな。敗北条件変更。やれやれ、せっかちなやつだな。お楽しみはこれからだっての。徳川だ。一度に栄養飲まされてまだ懲りねえか。引導を渡してやらねえと。セナの敵、この地で撃たん。みんな奮戦せよ。またも賭けを仕掛けるか。なんとか防がねば。遅くなりました、光秀様。これより加勢いたします。ほら、早くここまで来てみろよ。火力攻撃はやんだ。先を急ぐぞ。お待たせいたしました、光秀様。我らも共に戦います。出撃準備を急げ。任されよ。今だ、かかれ。砦を制圧する。手向かう者は残らず排除せよ。挟み撃たれては進軍ままならぬ。指揮する者を残らず倒さねば。この砦は我らがいただいた。信長はいつでも俺の思考を見通していた。だが俺はどうだ。信長の胸中をただひとたびでも真に理解し寄り添えたことがあったのであろうか。殿を炎で苦しめるとは、なんと姑息な。おもち、貴様は断じて許せぬ。出番だ、野郎ど。明智を袋のネズミにしてやれ。つむじをうがて。奴ら造園を指揮して面倒ごとになる前に倒す必要があるか。おりゃおりゃ。ほっちゃそら。承知。隙を見せたら。これで先に進めよう。せっほっそら。虫をうがて。甘いわ。
なかなかしぶといじゃねえか。ならここいらで新顔のお手並み拝見といくか。やってやるさ。俺はもう織田のもんじゃねえからな。見てみよう。無事だったのか。しかしなぜ桃地のもとへ。我らの道のため。果てよ。サンダよ、貴様の思惑通りにはさせぬ。増援がやられた。明智め、想像以上にやるな。では織田を、信長を倒す。父を殺したあいつは、これは許さねえ。劇場に駆られやがって。ねえ佐野さん、美月、お前がこれほどのバカだったとはな。一瞬だ。血迷うの大概にしろよ。黙れ黙れ。俺の考え、カズージには分かんねえよ。叶う相手ではなかったか。邪魔だ。ほふってくれるわ。あばめるモノ君。フルはなんだか。上場の戦果、あなたならば当然か。若のお命、奪わせはせぬわ。明智は勢いを増している。この機に乗じて我らも攻勢に転じるぞ。美月、今まで何をしていた。信長も俺もお前の身を案じて。あの信長が俺を笑えねえ冗談はやめろよ。光秀さん、誰が織田に戻るもんかよ。俺はもう決めたんだからな。光秀、まだ迷いがあるのか。開門。光秀、お前が揺さぶられてどうするよ。なら次の手はあれでいくか。忍術とは心の隙間につけ込むもの。惑いを抱えし者は奴らにとって格好の的よ。武装の刃、全ては破壊のために。ここまでたどり着いた褒美をやろう。運動に打ち震えるがいいぞ。鹿之助、長政殿、二人がなぜここに。騙されるものか。あれは桃地が生んだ幻。惑うな、切り伏せろ。光秀、お前に泣く権利があるもんか。泣きたいのは見捨てられた俺の方だ。信長と歩む道の先を少しでも疑わなければ、鹿之助の死に惑わずに済んだのだろうか。いや、これも全て俺が甘さを捨てきれなかったがゆえ。信長、やはりあなたの言う通り、俺の刃はひどくなまっていたようだ。ここまで来ちまったか。仕方ねえ、俺自ら決着をつけてやる。開門。見えた。
非常に徹しきれねえやつが無理すんな。返してみる。ああ、生倉刀の光秀さんよ。見えた。なまった刃は再び研いでみせる。桃地、貴様を倒した後にな。信長の愛に先にあるの希望じゃねえ、破滅だ。よく覚えとけよ。討ち死に。信長の先に待つのは破滅か。なれど俺は歩み続けねばならない。今度こそ俺の正しきを貫くために、今俺がなすべきこととは。全て終わった。これで瀬名や信康も浮かばれるだろうか。さあな、それはこれからの竹千代次第だろう。瀬名姫様のためにも張り切っていこうぜ。そうだな。しかし未だ謎は消えぬ。なぜ美月が桃地と共に。そなたはどう見る、和氏。バカの考え、俺には分かりかねますね。では俺は主の元へ戻ります。和氏も美月を案じているようだな。古き仲だ、無理もあるまい。そうか、俺にはそうは見えなかったが。しかし若、水を差すようで恐縮ですが、あの三太夫がこれで終わるとは、わしにはどうにも。俺も半蔵殿と同意見だ。奴の執念からは危機迫るものを感じた。油断は禁物だろう。そうですね。引き続き警戒は怠らないようにします。では我らもこれにて。行くぞ利光。俺たちも止まってはいられない。今俺がなすべきこと、この手で必ず見出さねば。